これは、あ、これはあれや。あーっと、あの4パーとか、400とか、そっち、100は流れん、これ。これは、結構好きやけどね、これ。うん。結構好き。はい、ということで皆さんおはようございます。橋本環奈です。すいません。終わります。はい、ということでね、本日はですね、現在伊勢からね、お送りいたしておりますが、明日ですね、私100メートルの方に県選の方ですね、出場させていただくということで、頑張っていきたいと思います。はい、ということで本日はですね、前日の練習をしていきまして、明日に備えていきたいと思いますので、競技場の方に行きまして、練習の方をしていきたいと思います。まずはね、準備の方からしていきたいと思いますので、そちらからスタートしていきたいと思います。よろしくお願いします。本日は張り切っていこう。いきます。あっ、ちょっと待って、え、痛い。はい、それじゃあ朝ごはん食べに行きたいと思います。はい、じゃあね、朝ごはん食べ終わりましたね。今からね、練習に向かう準備をしていきたいと思います。はい、朝ごはん終わりのクレアチン飲みまーす。レモンの青汁を飲んでいきまーす。まあ、普段ね、僕、野菜をね、あんまり取らないので、生野菜とかね、サラダとかあんまり食べないんで、なんかこういうね、青汁で、野菜不足をね、少しでも補おうという魂胆でございます。やった、すいません、マジでやりました。今日の天気発表してなかったです。うわ、最悪や。すいません、じゃあ今日の天気発表していきたいと思いますんで、最近ね、ちょっとカーテンの扱いがすごい悪いっていうことで、ちょっと気をつけていきたいと思います。では本日の天気発表。ということで練習終わりましたんでね、今から帰っていこうと思います。疲れたな、今日も。すいません、はい、いつも見てます、バシ君 TV ですよね。あ、そうです。やった。あ、ありがとうございます。映ってもいいですか。え、大丈夫です、いいんですか、僕のこんなチャンネルに映ってもらって、はい、もうお願いします。はい、すいません、今声かけられたんで。はい、どうも。はい、いつも見てます。 ありがとうございます。え、試合出られますか。来週の試合に出ます。あ、そうなんですじゃ、はい、僕明日出るんで頑張ります。頑張、はい、頑張りましょう。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、どうも。あ、また声かけられちゃったな。いや、最近ね、ちょっと声かけられることがね、多くなって、ありがとうございます、嬉しいですね、本当に。ん、ちょっと待って、さ、え、今のさ、
セコさんじゃん。はい、ということでね、ホテル戻ってきましたんで、少しだけ休憩していこうと思います。誰だよ、無敵になってんの。おい、ちょっとお前、ビコ、何しとんのお前。出てくるなって言ったやろ、お前動画に。おい、俺らの関係バレるのまずいって。いつの間にお前、いつの間におったんやて。はい、ということでおはようございます。すいません、ちょっとビコ出ちゃったんですけど、気にしないでください。はい、大丈夫です。いや、今日のね、練習めちゃくちゃ暑くて、もう結構なんか疲れちゃって、少しだけ寝ちゃったんですけど、ちょっとね、体だるいんで、ちょっとね、外散歩でも行こうかなと思います。アルコール消毒かわいい。こんな感じ。いやー、いいね。非常に、ね、時がゆっくり感じますね。気持ちいい。何しとんの。じゃあ俺が名前つけてやるな。玉次郎でどうだ。お前の名前は今日から玉次郎な。よろしくな、玉次郎。ちょっと待って、あれさ、あれ？いや違うよね、あれ見間違いだよね。なんか俺には見えるんだけどさ。あー、やばい、禁断症状だ。やばい。どうする、どうする、どっちにしよう、 M か丸亀か、どっちも M だ。それでは、明日に向けて、本日は寝ようかなと思います。おやすみ。はい、ということで皆さんおはようございます。ね、ちょっと朝一で申し訳ないんですけど、ちょっと怖い話していいですか？っていうかさせてください、お願いします。昨日ですね、もちろんここで寝たんですけど、まあ、ごくごく普通に昨日お風呂に入って、ストレッチをして、で、歯を磨いて、まあ、布団に入って、まあ、ここまでは良かったんですよ。ここまで良かったんですけど、あ、そうだ、明日の100のね、招集時間とかしっかり調べてなかったなと思って、立教の方のね、ホームページを開いて、確認しようと思って、やってたんですけど、で、なかなかなんか読み込まなくて、多分ホテルの Wi-Fi なのか、通信がちょっと悪かったのかで、なんかそんな状態だったんで、まあ時間経てば、読み込むんじゃないかっていうことで、待ってたんですね。まあちょっと、待ってよーと思ってたら、寝ちゃったんですね。で、何が怖いかっていうと、目覚ましをかけてなかったんですね、これ。これ怖くない？めちゃくちゃ怖くない？で、今、ちゃんと起きれてるっていう。しかも6時半、自分が起きたい時間に目が覚めてるっていう謎な現象、これもこれでめちゃくちゃ怖くない？
っていう話です。それでは本日は張り切っていっていきましょう。今日は試合の日なんでね、気合入れていくよ。お願いします。それでは行くぞー。はい、ということでね、県戦から帰ってきまして、ちょっとね、試合で余ったソルティライチと、この割り子うどんね、タイトスケジュールすぎて、食べることのなかったこのうどん、はい、食べながらね、ちょっと反省していこうかなと思います。まあ、結果的に2番だったんですけど、まあ、正直本当にまあ、普通に悔しいですね、やっぱ。結果としては。何がダメだったかとか、まあいろいろ上げていくと、まあいろいろあるんですけど、まあでもなんだろうな、反省していくとすると、なんか自分が思っとったような動きができなかったっていうところはあったりしますね。ただ走っただけになっちゃって、そう、なんか自分がやりたい動きとか、ね、自分のレース展開じゃないですけど、自分がここまでこういう風にして、こっからこういう風にしてっていうのが、なんかできてなかった試合だったんで、そのアップでしっかり確認して、レースに臨んだんですけど、そこがしっかり全然意識できてなくて、そのなんか自分がやりたい動きとか自分のイメージ通りの走りができたら、今回が勝てたっていうわけでは別にないんで、ただその試合でそのやりたい動きっていうものが全然できてなくて、で、今回の試合は、そういう自分にすごい腹が立ったというか、イライラした試合であって、なんでできてないんだろうって思って、なんかその、ちゃんとアップで意識して、ここをこうして、こういう風に走ろうと思って決めて臨んだのに、その試合が終わって、今反省して動画とか見てみたら、あ、全然そういえばこの時意識してなかったなっていう風に振り返ったりとかして、なんであの時意識してきてなかったんだろうとか、もっとこうしてたらもっといい動きできたんじゃないかなとか、そういう風になんか、もう本当に後からね、どんどんこうしていけばよかったとかいっぱい出てきて、まあすごいそういうところで今回の試合は後悔しているっていうのがありますね。まあ何にせよやっぱりそういう試合ごとにできなかった部分っていうものは次の試合に活かして、まあ試合ごとにそういう風にやっぱり調整していくことが大事だと思うんで、まあ今回の試合でね、そういう得た部分っていうものを、また次の試合、まだシーズン続くんで、次の試合に繋げていっていくことが大事なんじゃないかなっていう風に思うんで、まあ負けたことはもちろん悔しいんですけど、まあなんか負けたからもういいやとかそういう風になるんじゃなくて、なんかもっともっとね、良くなるんじゃないかっていう感じで自分をね、なんかもっと追求してやっていけたらなっていう風に思った試合でした、今回は。ということでね、まあこんな感じで軽く反省をしていったんですけど、今回の、この三重県戦で、前半シーズンがね、
やっと区切りがつくっていう感じではなくて、次の試合なんですけど、今週のね、土曜日に開催されます、実業団学生対抗陸上競技大会っていうのに招待していただきましたんで、そちらの方に、参加させていただこうかなというふうに思います。神奈川のね、平塚で行われるんで、しっかり疲労をとって、しっかりまたね、記録狙って挑みたいと思います。それではね、また次の試合に向けて頑張っていこうと思いますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。今日は、ここで終わりにしたいと思います。応援ありがとうございました。それでは。